カウンタの扱い方、ソフトウェアについてはこれが最後のレクチャーになります。カウンタとはいろいろな数値を記憶演算する機能です。少し難しいかもしれませんが、使いこなせれば非常に高度なプログラム制御を行えるようになります。少し長くなりますけど一通り説明します。カウンタ入力チップはカウンタに数値を入れるチップです。味方奇数や武器の残弾数などいろいろな情報を数値としてカウンタに入れることができます。ただ数値を入れただけでは意味がありませんから、その数値を判断する別のチップが存在します。カウンタ判断チップはカウンタに入っている値を見て分岐させるチップです。何らかの値を得てから分岐するという点ではこれまでの分岐チップと同じですが、カウンタの優れたところとして演算ができるという点が挙げられます。カウンタ操作チップはカウンタの値を使って演算を行います。カウンタの元々の値に対して任意の数値や別のカウンタの値を足したり引いたりすることができます。演算結果をどう使うかは自由です。ご自身でいろいろ工夫してみてください。さらにカウンタに入った値は磁気で使うだけでなく、仲間の OKE に伝達させることができます。カウンタ送信チップはカウンタに入った値を味方機に送信します。送信された情報はカウンタ受信チップで受信します。こうした送受信を使えばカウンタの内容をチームで共有化することができ、連携プレイが可能になります。一つ具体的な使い方の例を挙げてみます。今味方 A と味方 B がいて、 A だけが敵の C をロックオンしているとします。こんな時 A がカウンタ入力チップを使って磁気のカウンタに C の識別番号を入れ、その数値を B に送れば B はその数値をもとに C をロックオン、2機による集中攻撃が可能になりますね。受け取ったカウンタの値から特定の機体をロックオンするにはこのチップを使います。カウンタ指定ターゲットロックチップはカウンタ内の値を使ってターゲットロックを行うチップです。さっきの例のようにターゲットの識別番号を味方機に送信し、別の味方機が受信した識別番号でターゲットロックを行えば2機で同じ敵を狙うことができます。これはあくまで一つの使用例ですから、こうすれば必ず強くなるというものではありません。ただカウンタ機能を上手に工夫することでいろいろと行動の幅が広がることは覚えておいてください。カウンタ指定ガンサイト移動チップはカウンタの値を使って武器の発射方向を指定するチップです。やや上級者向きですけど、例えば相手の移動方向をカウンタで計算し予測移動地点に向けて攻撃を行うといった使い方ができます。カウンタに関連したチップの紹介はこれで全部ですけど、いくつか機能面での追加があります。ソフトウェアのメニューからカウンタ名を変更できるようにしました。8つのカウンタにそれぞれ好きな名前をつけることができます。戦闘メニューにカウンタ・チャンネル表示が追加されました。戦闘中
変化していくカウンタやチャンネルの内容を表示して確認することができます。カウンタに受け取った値や計算した値が想定した通りになっているか確認するのに利用してください。以上でカウンタに関するレクチャーを終了します。けどカウンタは扱いが難しいので、このレクチャーだけではよくわからなかったと思います。カウンタを使わなくても強い OKE は十分作れますから、そこは安心してください。設計に慣れてさらに行動が豊富な OKE が作りたいと思ったら、その時に少しずつ試していけばいいと思います。それではカウンタに関するレクチャーを終了します。今回特に課題はありません。カイルさん、おめでとうございます。これで OKE レクチャーはすべて終了です。今までお疲れ様でした。そうか、これで最後か。ありがとう。いえ、カイルさんが頑張ったからですよ。よく最後まで投げ出さずにこなされましたね。私が教えられることはこれで終わりです。でもカイルさん、私はシュー・チリン、君は実にいい家庭教師だった。え、あ、はい、ありがとうございます。最後のボーナスは今頃君の口座に振り込まれているだろう。そう手配してある。ボーナスって、そんなの私これまでも十分もらってますし。いや、ぜひ受け取ってくれ。君の残りの学費くらいは賄えるはずだ。え、でもそんな大金。嘘じゃない、後で確かめてみればいいさ。また心配しなくても、金の出所から足がつくようなことはない。出所って、そんなの私心配なんか。それに君に送った A&D 社の端末も俺とのつながりが出ないようになっている。安心してくれ。カイルさん、私はだから、君はもう二度とこの屋敷に近づいてはいけない。いいね。カイルさん、そんな嘘ですよね。ただの冗談で。シュー・チリ、こう言えばわかるか。お前はもう用済みだ。俺の前から消えろ。巻き込まないようにするためですか、私を。徹底的なんですね。君が言ったことだ。目的を見据えて、そのためになすべきことをする。もはや必要のない人間は近くにいても邪魔なだけだ。だからのける、それだけだ。パルティータ、そこにいるか。はい、ご主人様。彼女がお帰りだ。車の手配を。はい、
シーリン様、どうぞこちらへ。お見送りいたします。カイルさん、嫌です、こんなの、こんなの、私はカイルさんが。何度も言わせるな。消えろ、目障りだ。今までお世話になりました。では私は彼女のお見送りを。ああ、これでいい、これでいいんだ。あの子を巻き込んじゃいけない。そうだろう、ウェイルン。